ロシア軍が好きな塹壕に関する映像を見つけたぞ。掘ってるところ？皆で一個のシャペルで掘るのはもういいってば。いや、掘ってるところじゃなくて、掘った塹壕を活用している映像だ。役に立ったってこと？まあ、使えないと困るよね。苦労して掘ったんだろうからさ。役に立ったと言えるのかは、動画を見て判断した方がいいぜ。ロシア軍は冬に向けて塹壕を掘って、ウクライナ軍の攻撃を阻止しようとしているにもかかわらず、ロシア軍が受けている打撃を映すビデオが残っているんだ。せっかく掘っても、結局そうして爆破とかされちゃうんだよね。ってことは、彼に立ったとは言えなそうだね。映像でも証明されているように、正確なウクライナの砲撃から逃れるのは、なかなか難しいようだな。そうそう、正確だからね、ウクライナの攻撃は。やたらと数だってどれか当たればいいなんていう雑な攻撃してないから。こんなに武器がなくなるくらいなら、せめて命中率上げる訓練してから、戦争に挑むべきだったよね。それは言えてるな。独裁者は自信を過信しきっているし、自分のことは思い通りになると思っているんだろうな。だから、ひどい実態なんて想像してないし、問題が起きても受け止めることができないんだろう。歪んだ高いプライドのせいでこのざまなのにね。自分が妄想するように、軍が育っていて忠誠心も高いと思い込んでるんじゃないの。ゆっくり軍事タイムズの時間だよ。全員集合。激しい戦いとなっているバフムート周辺だけど、ロシア軍がウクライナ軍の防衛ラインを突破してクルキュミフカを脱出して、バフムートの南に位置するクリシェイフカにもロシア軍が迫っているようだ。あのワグナー主体の攻撃にロシア軍本体が加わった可能性が高い。たく、そこで戦っていたのはあいつらなの？あんな正規の軍でもないただの暴力団なんて、それこそ叩き潰してしまえばいいのに、ロシア政府にだって公式には認められていないんだから、何の遠慮もいらないでしょう？それか、ウクライナも世界に募集をかけて兵士を募ったっていいよな。来てくれる人はいると思うぜ。バフムート周辺の戦いはクルキュミフカをロシア軍が包囲して、ここを守っていたウクライナ軍はなんとか包囲を自力で打ち破って、自陣地域に合流できたようなのに、クルキュミフカはロシア軍に奪われてしまったようだから、ウクライナ軍にとっては痛い。ワグナー暴力団が被災しなければ、こんなことも起きなかったかもしれないのに。ここを奪われるとクリシェイフカが包囲される可能性がある。ウクライナ軍はバフムートとコンスタンチノフカを結ぶ幹線道路の T-504 沿いに防御陣地を構築し始めたという報告もある。ロシアがやってくれちゃったからには、次の防衛反撃の準備に移らないとね。そういう切り替えが早いのもウクライナ軍の優れているところだし。バフムート郊外で食い止めていたロシア軍が一部市街地に到達して戦闘になっているという報告もあって、ウクライナ軍がバフムートからの撤退準備を始めたなんて話もあるけど、これはまだ確証がない。もしもウクライナ軍が不利なんだとしても、彼らは絶対に作戦を練り直して、取り戻しにかかるよ。これまでのように。とにかくバフムート周辺の戦いに関する情報はどれもロシア軍に有利なものばかりで、心配だ。なぜ一気にバフムート周辺の戦況が悪化したのかっていうのは、やっぱり、あいつらワグナーとロシア軍が合流したせい？ドニプロ川右岸から撤退したロシア軍本体が加わったためという説が最も有力なようだ。この地域を守るウクライナ軍は厳しい状況に置かれているのは確かなようだな。攻撃されるわけではないけど、ここから北に進まれると、スラビャンスクからセペロドネックに伸びる地域が包囲される可能性がある。絶対それは許したくないね。早くワグナーだけでも消してしまいたいわ。オザリアニフカやクルキュミフカから西に進まれると、一度もロシア軍の前進を許していない。ジェルジンスクやアルテイモベの背後に回り込まれるため、ロシア軍にとっては膠着状態を破る絶好のチャンスになってしまう。困ったわね。せっかくロシア軍を防いでいたのに。せめて膠着状態でキープしたいところ。まあそれでもウクライナ軍はわずかずつ進撃を続けている。現地で戦う兵士の声があるから、紹介するぜ。それはとても聞きたい。この厳しい状況で彼らはどんなことを思って戦っているのかな？戦車の車種であるバイキングさんからだ。彼にとって、戦い続ける動機は一つしかない。それは、
友人たちがやられたことへの復讐だ。そうよね、その気持ちは自然だと思う。それに比べてロシア兵ったら、上が怖いからとか家が貧乏だからお金のためとか、なんちゅう動機で兵士してるの？っていうのばかりで、家族や友人のための復讐なんてフェイスにはほど遠いんだよね。彼は、私にとって最も辛かったのは友人たちのだ。もともと戦う意志はあったが、怒りや敵意、憎しみのためにその気持ちは強まったと言っている。これまで9ヶ月に及ぶ戦闘で、ウクライナ軍は大きな犠牲を強いられてきた。誰かさんの歪んだ野望と急な侵略行為のせいで、戦車小隊に属するバイキングさんやその戦友たちは、勝利を疑っていないようだ。バイキングさんはロシア軍を国境まで、そしてさらにその向こうまで押し戻すんだとも言っている。頼もしいよね。しっかりした戦いの理由があるし、その意志も強いし、士気が高い。ウクライナ軍は9月、東部のロシア支配地域を奪還して、ロシア軍をハルキウ州のウスキル川東岸まで敗走させたけど、バイキングさんの小隊はその時の作戦に参加していたそうだ。じゃああのロシアの撤退を目の当たりにしたわけね。それはますますやる気出るわ。ところが、ロシア軍が防衛ラインを立て直したのに伴って、ウクライナ軍の反転攻勢の勢いは鈍ってしまった。でも、ウクライナ側の説明によると、寒さが増す中、道路状況の悪化で補給に支障をきたしたり、好転のため戦闘に影響が出たりしても、攻勢は続いているようだぜ。アム、寒さは厳しそうだよね。現地の映像を見ても、凍え倒れるのはロシア軍だけで十分。冬将軍はロシア軍を倒すことだけに注力してほしいものだわ。バイキングさんと同じ小隊に属するパトリオットさんはこう言っているぜ。ロシア人を押し戻し、陣地を築きながら、少しずつ前進しているってな。少しずつでいいよ、それでも前進することが大事、みんな若いだろうに、命を懸けて頑張っているんだね。偉すぎる。パトリオットさんは砲撃は凄まじい。先月には100、200回の着弾音を耳にしたと振り返っていたぜ。前線に展開してから9ヶ月が経過する中、小隊の装備にも今回の戦争の大局的な流れが反映されるようになった。装備に何か変化が起きたの？現在運用中の戦車のうち、1両はウクライナ軍の装備だけど、別の1両はロシア軍から、もう1両はポーランドから提供されたものだ。ポーランドはいいとして、なぜロシア？あろかくしたやつってことか。戦闘継続に必要な弾薬の一部は、ロシア軍が残していったものだ。ロシアからの武器貸与だとの冗談も隊員からは飛び出している。その点にはロシア軍に感謝できるわね。武器のことなんか放り投げて一目散に逃げる兵士も多いっていうし。正体は、ロシア軍に占領されている東部のセベロドネックとリンチャンスクへの主要な補給路となっている。幹線道路の奪還作戦の一角を担っているんだけど、この二つの都市は、この夏の東部ニンバス地方でのロシア軍による猛攻の末、制圧されてしまった。その際の戦闘では、両軍とも多数の犠牲者を出したようだ。ロシア軍は自業自得だけど、ウクライナ軍の損失は痛いのよ。ロシアにとって、占領した都市をさらに失うことになれば、プーチン大統領の面目がまた潰れるし、彼が掲げている。ドンバス地方の掌握という目標は遠のくことになる。いいんじゃない、どんどん潰してやれば。しぶとい彼だって何十回何百回とプライドが傷つけられれば、ストレスを感じるでしょうし、それで倒れてくれたり改心してくれたら助かるんだけどね。戦車大隊に所属するロマンさんは、この前線での我々の任務は陣地を守り、時に攻撃を仕掛けることだ。状況は完全に制御されており、不測の事態が起きても対処する準備はできていると話しているぜ。対処する準備ができているっていうあたり、やっぱりウクライナ軍よね。ロシア軍にこんなことは言えないよ。潰れたらその時、また一般国民を戦地に米印送り飛ばすだけ。一体いつまでそれが続けられるかしらね。シンクタンク戦争研究所は情勢分析で、ウクライナ各地では今週、気温低下が予想されている。地表が凍結すれば両軍ともに機動性が高まり、戦況が激化する可能性が高いとしている。やっぱり冬の環境変化は戦闘において無視できないところでしょう。前線の兵士にとって、
ロシアからの集中砲火に比べれば、寒さはほとんど苦にならないようだぜ。確かにそうかもね。パトリオットさんはいつ何時、砲弾の直撃を受けるかもしれない状況下では、アドレナリンが出て常にほてっているため、寒さは感じないと話しているぜ。良いのか悪いのか。偏見かもしれないけど、ロシア軍はウクライナ軍の攻撃の緊張でアドレナリンが出てるようには見えないのよね。特に若い兵士や召集された兵士いつでも逃げ惑うし、寒くて装備に文句言ってるイメージ。まあでも、良い兵器の支援をいけている動向じゃなくて、ウクライナには勝ちそうな雰囲気しか私は感じないよ。だって、ウクライナの兵士たちがこの戦いが祖国を守るためのものだという強い意志を、未だに強く保ち続けているのがわかるんだもの。祖国を守る名誉はウクライナにしかない。兵士たちはそれを当然と受け止めて戦っているのがすごいと思うぜ。ロシアの政権は来年夏までに動員兵10万人の犠牲を覚悟しているらしいぜ。か言われていなかった？ってことは、合わせて20万人だよ。ロシアは戦後誰に引っ張っていってもらおうと考えてるのかな？こんなに若者を捨てちゃってさ、まさかまた老人たちだけで回していこうって？それこそ恐ろしやだね。ウクライナ東部の地下では、男たちがラップトップの散乱した長机について、あるテレビ画面に釘付けらしい。なになに？なんか面白そうな雰囲気だけど。作戦会議かなんか？私もそのテレビ見たい。その画面には複数の黒い人影が映っていて、荒涼とした冬の丘のてっぺんでパニックに陥ったらしく、画面の中を逃げ惑っている。それは兵士ね。それもきっと様子からしてロシア兵士と見たわ。このライブ動画は、小さなウクライナ軍のドローンによって数キロ先から送られているもので、ドローンで偵察してる情報ってことかな？この監視情報をもとに、砲撃チームがヒジリエにいるロシア兵への攻撃を試みるんだ。やっぱりそうなんだ。ちゃんと偵察、情報収集、作戦計画、攻撃ってしてるのがわかるね。こんなこと、ロシア軍もできているのかな？できてたらとっくに勝ってるか。煙が立ち上る地点は、標的からわずかに外れていて、それはウクライナによる一斉砲火がもたらした光景だ。東部戦線の至るところにある地下の司令センターは、何の表示もない金属製のドアの向こうに隠れている。それがまた雰囲気あるのよ。ちゃんと忙しく無駄なく働いている証拠じゃん。立派に事務所構える暇あったら戦えよって話だし。中では机に向かったウクライナ兵が砲撃を指示して、ロシア軍の前進を必死で食い止めようとしている。しっかり作戦指示しているのが分かって感心しちゃう。ああ。この場所で実験的に繰り広げられているのは、シンプルだが斬新な21世紀の戦争だ。兵士たちは安価な市販のドローンと、消費者向けのチャットプログラムを使っている。それに、敵を狙う兵器は大概が70年も前の代物だ。最も激しい戦闘は、すでに話したようにバフムートをめぐって起きている。この外派数ヶ月にわたりロシアにこう埋め込みまれているし、クレムリンが大人数の部隊を集結させて今回のバフムートへの攻撃を行う中、ウクライナ軍は苦戦を強いられている。そんな中でも冷静に、こうして戦っているのね。精神面も組織面も、すべてロシアとは違うね。とにかく冷静だしとを使ってる感じ。この地下の部隊を指揮する国家警備隊の司令官、ペトロ氏によると、攻撃は絶え間なく続くと思われ、一息つけるのは敵が兵士の補充を待つ間だけらしい。じゃあその瞬間を確実に利用しないとってなるわけだね。ウクライナ軍の他のメンバー同様、ペトロ氏も身元が特定されるのを防ぐため、ファーストネームしか使わない。ロシア軍は数に物を言わせて、新たな兵力を次々と送り込んでくる。どれほどの犠牲者が出ようと、ロシア軍はほとんど気にしていないらしいからな。そういう頭の構造なのはわかってるけど、いい加減、自分の息子も投入するくらいのことをしてみせてほしいよね。あの俺様は偉い人の息子だから戦争になんか行かなくていいんだ発言のペスコナナ氏の息子さんとかさ。ロシア側の犠牲者の多さをめぐる発言は、ウクライナ側の地方行政トップや一部のロシア兵からも出ているけど、ロシア国防省は先月、軍の損失について戦力全体の位置を超えない水準にとどまっていると主張している。レンアジ。
誰も信じてないよ、西側とロシアのネットが使える若者は特にね。さっきの地下の司令センターは、すべての小部屋が塞がっているんだけど、それは、ベッド、設定待ちのドローンを入れた箱の置き場所になっているからだ。ペトロ氏は道はぬかるんでいる。負傷者を素早く避難させたり、弾薬を運んだりできないと言っている。確かに、大変そう。これから凍れば、動きやすいなんていう話もあるけど、それは戦車もだろうから道は危険になるし、それはそれで問題があるね。ウクライナ軍の司令官らにとっては、部隊間の意思疎通が欠如しているのも不満の種のようだぜ。下級将校の数も足りなくて、過酷な戦況が数ヶ月続く中、兵士たちの士気を保つ人材がいないんだ。G2、それは大変。ロシアじゃないんだから士気を下げるわけにはいかないわ。G2、前線近くへ向かうと、並木で区切られた農地の中にウクライナ軍の砲兵隊がいて、地下の司令センターと電話でやり取りしている。隊を率いるプマン氏は、携帯電話越しに受け取った標的の座標をノートに書き込んで、その内容を大声で兵士に伝えると、兵士はそれを復唱し、スコープを覗き込んでソ連時代の大砲の照準を合わせる。そして弾丸は甲高い音を立てて、地平線めがけて飛び去るんだ。おお、なんか臨場感すごい。息止めて聞いちゃったよ。現場はそんな感じ。なのか、しかし、ソ連時代の大砲でロシアがやられるって皮肉だよね。ちなみに、弾丸はポーランド製らしい。プマン氏は我が軍の参謀は、可能な限り多くの弾丸を供給しようとしている。しかし弾丸の数が少ないのは承知している。内袖では触れないと話している。彼によると、ロシア側の砲撃の精度は今年の間に低下していて、それは、ウクライナ軍が航空機を使用した敵の偵察能力に損害を与えているためらしい。とはいえ、精度こそ低下しているものの敵の弾丸は常にウクライナ軍の頭上を飛んでいくことは確かだ。そうよね、油断はできないよね。ドネツク州のさらに南にある別の地下司令センターでは、やはり兵士らが複数のテレビ画面を凝視しているぜ。あちこちにそういう司令センターがあるようでなんかほっとしたわ。司令官のパブロ氏は、毎日数十人の犠牲者が出ていると明かしている。車両と弾丸は消耗品だ。それらは数えないようにしているし、必要なだけ使う。ロシアの場合、消耗品に兵士も入ってるよね。敵の前進を止めるために、唯一取り戻せないものが、人の命だ。犠牲者の出ない戦争などない。抵抗し、ロシアに領土を奪われまいとするなら、戦わなくてはならない。戦うからには犠牲も受け入れる。そうした犠牲は正当であり、避けられないものだと述べているぜ。そう入っても、その犠牲の意味がウクライナとロシアでは、はっきり違うよね。命を懸ける意味があるかないかの違い。米シンクタンク戦争研究所は11月30日、ウクライナの戦況をめぐって、ロシア軍がウクライナ東部ドネツク州バフムート周辺で戦力を消耗しているとする分析を、公表している。ウクライナ軍が苦戦しているって言うけど、ロシアもきついんでしょう？戦争研究所よると、ロシア軍は5月下旬以降、一貫して同方面に戦力を注いできたが、得られた戦果は少ないということらしい。戦果が上がったら困るしね。それでいいのよ。そして、バフムート市周辺での6ヶ月にわたる激しい戦闘に伴う損失は、ロシア軍が同志を攻略することで得られる作戦上の利点をはるかに超えていると指摘しているぜ。もうバフムートを抑えようが、損失に見合わないんだね。そういう計算も苦手なようだわ、ロシア軍。感情任せに暴れるからそういうことになるのよ。戦争研究所は、ロシア軍がバフムート方面に注力することで、他の地域でウクライナ軍が反抗しやすくなる可能性があるとしている。ドイツのショルツ首相も11月30日、ロシアはもはや戦場でウクライナに勝つことはできないとの見方を示したぜ。おお、ドイツまで。いいじゃない。そうやって西側皆で言ってやりましょう。敵の精神面刺激も情報も、作戦のうち。シコルツ首相はベルリンで開かれた安全保障会議で、ドイツはロシアの核のレトリックを真剣に受け止めているが、それに屈することはないと発言したんだ。防空をめぐる一段の措置を検討していることも明らかにしたぜ。西側諸国はみんな、
ロシアに屈することはないよ。小国レベルの経済力しかないロシアの武器よりその100倍経済力がある NATO の武器の方がはるかに優秀だし、軍としてもより質が高いわけだから、ロシアが勝つなんて普通に考えておかしいんだよね。欧米 NATO が後ろ盾になってウクライナを支援している一方、ロシアは今、弾薬や武器が尽きかけている上に国際的経済制裁にて武器を再生産できにくい状況になっている。特に半導体の輸入を止められているのはかなりの痛手なんだから。あとはなんといっても侵攻初期から言われている、ロシア兵の士気の低さよ。それに比べてウクライナ派祖国を守るってしっかりした目的があって士気が高い。ショルツ首相が言うように、ロシアが完全に勝利するという道はないだろうな。プーチン大統領はこの侵攻をどこでやめるかという落としどころをつかまないといけない。このまま突き進んで、多くの死傷者を出して、国際的信用をなくすわ。スポーツでは国際大会から排除されるわ。経済制裁続くわしゃ。確実にロシアの国力を削いでいくわけでしょう。国民もろとも潰れる覚悟してるようにしか見えないよね。西側の態度が見えきらないなんて話題が最近ちらほらあったけど、バイデン大統領とマクロン大統領の会話を見てちょっと安心したよ。戦争を終わらせるには、ロシアがウクライナから出ていくことだって言ってたし、ウクライナが望まない停戦は促したらいけないみたいなこと言ってたよな。そうそう、ほんとその通りだもんね。よかったよ、まだ西側が正気でいてくれて。ウクライナからロシアが出ていくということは、クリミアからも出て行ってもらわないとな。もちろんでしょう。クリミアはウクライナですから、ゆっくり軍事タイムズの時間はここまで。よかったら、コメントとチャンネル登録をお願いします。全員解散。